当社は約1800年前に当社のご祭神である神宮皇后が戦で勝たれた帰りにこの地を通られて、戦いの兵具や軍の大器を収めて神祭りをされたのが当社の誇りと言われております。ここの旗塚が神宮皇后がその兵具や軍の大器を収めたところと言われており、幕末には新選組の近藤勇がお参りをして腰痛が治るということで、現在も多くの方がお参りしていただいております。本殿には3つの座に分かれておりまして、中殿がもともとこの地にあった、で東殿が稲荷大社のところにあったお社で、西殿が東山区にあったお社というふうな形になっております。当社のご祭神に利根親王がおられまして、利根親王は日本書紀の変者で学問の神様というふうに知られております。当社のご本殿は宮中の賢所を賜ったもので、現存する賢所では最も古いというふうに言われております。約600年ぐらい前に時の将軍足利義教が建立したと言われております大将軍社と八幡宮社がございます。現在国の重要文化財となっております。その中の大将軍社は平安遷都の折の南の守護神としてお祭りされたというふうにも伝わっております。東西南北にそれぞれ大将軍という神社が現在も残っております。境内2カ所約1500坪に約3500株のアジサイ園を設けておりまして、6月には多くの方がアジサイを見にお参りに来ていただいております。5月の5日が当社の春の大祭です。大きい神輿が3つ、そして現在は女神輿、その4つ、それと武者行列と小敵隊が朝に境内を出まして、氏子地域をそれぞれの時間帯とコースによって回って、それぞれ夕刻の4時から6時にかけて戻ってまいります。その神輿や武者行列が外に出ている間に境内では掛け馬神事が行われます。掛け馬神事は当社のご祭神である佐原親王が東北の方での戦を沈めるために出発の漁船を捉えただけで怖がって東北が沈まったと、古くは役人の方々によって走り馬が行われていたようです。江戸の後期から氏子民が引き継いで、現在は勇壮な形になっております。5月5日に飾る武者人形には藤の森の狼が宿るとも言われております。その時に当社の神事で武者行列が昔から氏子区域を巡行いたします。その時期は勝負の花も咲きますので、勝負の節句、それから勝ち負けの勝負ということで、当社は古くから勝運の信仰ですね、勝ち運の信仰がございます。それと日本でも類を見ない掛け馬神事という馬の神事があります。その馬と勝運ということで、競馬ファン、また競馬に関係する馬主さんや騎手、調教師の方々が多くお参りに来られます。当社は京都でも伏見の少し外れたところにありますが、静かな場所でありますので、ぜひ一度ご参拝にいただけたらありがたいかなと思います。